キンウィンワーは、ミャンマーの女優、モデル、ミスコンジョミススプラナショナルミャンマー2013として、ミススプラナショナル2013に、ミャンマー代表として出場。出生名、チョースプライン1994年9月21日、トウフラハンと母チージースウェイのもヤンゴンに生まれる。4人兄弟姉妹の末っ子で、兄と2人の姉がいる。出生名、 チョースフライン。バハァン大に普通科高等学校を経てダンゴン大学、入学。植物学を学ぶ。その後ヤンゴン大学で遠隔教育に切り替え、理学士を取得している。2012年、クイーン・オブ・ビューティ・アワード2012に出場、ミス・ MK ・ジェムを受賞。この年、家の愛称で、モデルのキャリアを開始。2013年5月21日には、ヤンゴンで開催された。 ミス・プラナショナル・ミャンマー2013に出場、優勝、ミス,ス・プラナショナル・ミャンマーとなった。8月17日から9月6日に、ベラルーシのミンスクで開催された、ミス・プラナショナル2013で98人の美女たちとタイトルを争った。彼女は総合トップ10にランクインするとともに、特別賞のミス・インターネット・アワードを受賞。ミスコン情報メディア・ミス・ソセロジーの選ぶ。 ピープルチョイスアワード、フェイスオブミススプラナショナルアワードを受賞。2014年1月、ザ・ビューティーズコンセプトの選ぶモーストビューティフル、ガールズオブザイヤー h e y e 2013でトップ6に選ばれる。ミススプラナショナル2013の後、女優としてのキャリアをスタートさせた。2014年には、チーピューシン監督のビルマコ映画、妖精の女の子と僕でデビューし、俳優のカウンピエと共演した。 2016年、最カンラインと共に、ティンジャン博物館で主演を務めた。少なくとも6本の映画と80本を超える、テレビ映画、1本の連続テレビドラマに出演している。2017年、映画、雲の橋でネイトを、トゥントゥンとグエンチャンフエンミーと共演し、主演女優を務めた。2020年、 T.C. キャンドラーが選ぶ 100MOST Beautiful Faces of 2022ランクイン。2021年、軍事クーデターに反対して3本指の敬礼に参加する。4月2日、国家行政評議会は、刑法505条栄光に基づき逮捕状を請求した。ありがとうございます。